はい、じゃあ吉田 PT の方から、未来子中学生向けの体験型職業検索サービスの発表をさせていただきます。実際に職業を検索する簡単な質問に答えることで、さまざまな職業の概要を知ることができるようなウェブサービスとなっております。でなぜ中学生にしたのかというのをこれからちょっと説明させてください。日本に関してはドイツ、フィンランド、中国に比べて職業について考えるのが3年遅く、また考える時間が短いということが分かりました。ただ実際にはこれを解消するために日本でもキャリア教育というのを行っていて、自分の能力、あと自分が何が好きなのかということを振り返るような仕組みが一応できているんですが、ちょっとこれがまだ 100% 機能していないという状況であることが分かりました。で日本でもやはり15歳の時に一度職業選択について考える機会が必要と考え、体験型の職業検索サービスというものを考えました。この未来子というワンストップでまずできること、あと今後将来増えていくサービスに関しても AI などを使って自動的に文章を生成したりとかできるようなサービスというのを考えています。あとウェブサービスの概要について説明差し上げたいと思います。サービス概要といたしましては、中学生がオンラインで使える体験型の職業一覧およびマッチングサービスとなっております。プロトタイプとして想定したサービス機能についてご説明いたします。こちらの検索ボックスでは各職業名を検索できる検索ボックスとなっております。ページはチャット機能また職業一覧機能を下部に表示されております。まずチャット機能につきましては、実際に使うユーザーの方が対話形式で自分の職業を探せるようにチャットボットが応答してくれるといったような機能になっております。職業ジャンルページがございます。人と話すことが好きなあなたへというジャンルに沿った職業の一覧が列挙されているページとなります。どの職業も平等に知っていただきたいというところがあります。最後に事業モデルとしての収益の検討についてお話をさせていただきます。費用に関しては収益性ある程度見込んでいます。ただ本プロジェクトはですね、マネタイズよりも、課題解決のところに対してより一層フォーカスしましょうというふうになっておりまして、最終的に大きな価値を生むことを考えています。私たちもいろいろ何を載せようかって考えたときに、年収とかってその好きなことから仕事を選ぶにあたり、あまりそこから選んでほしくないというのがあって、今回その年収を載せるというのはやめました。でネガティブな部分に関しては載せていく予定ではあります。ただ両方いい面悪い面、ちょっとそれが一つ他のサイトとの差別化、あまりネガティブなことを載せてないので、他のサイトとの差別化ということで載せたいなというのは考えています。吉田 PT の皆さん、ありがとうございました。